はい、おはようございますえー、今回もですねえー、ちょっと昨日に続いてまた新ネタが出てきましたんでえー、今プロレス界が大きくざわついているこの話題ですえー、スターダムの今後についてですね今日朝起きたらトースポーの記事でちょっと面白そうなネタがあったんでえー、それについてえー、いろいろ根掘り葉掘り僕の見解もろもろお話ししていこうと思いますはい えー、まず今回のトースポの記事ですね。もう見られた方が大半だとは思うんですけども、えー、今回の内容は、ズバリ、中野タム選手がスターダムに残留宣言をいたしました。はい、おめでとうございます。はい、えー、まあ、っていうふうな感じですね。多分選手で、 一番早くこの残留とかこの件に関して具体的な内容をコメント出してたのは多分中野タム選手が第1号じゃないですかね。はい。まあそんなとこですね。で、一応まあこの記事見ると、まあ中野タム選手はまあスターダムに残留して、まあスターダムを、えーまあ、トップに 引っ張っていきたいですみたいなまあそういう風な内容ですねうんでやっぱ欠場中にあのスターダムにはえー、まあみんなに助けられたんでまあスターダムに恩を返したいという風な趣旨で、まあ、このまま残留していくっていうまあそういう風な内容でしたねはいで一応まあこの記事の中で僕がすごく気になった箇所が あったんですけどもちょっとそこの箇所の部分だけ中野タム選手のこのコメント部分を読み上げるんですけど、えー「こんなおじさんたちの戦いより私たちスターダムの戦いでみんなを楽しませたいだからタムはスターダムに残って世界一の団体にするそれがタムロード第二章の目的地です」っていうふうな中野タム選手のコメントがあったんですよ。 で、やっぱり、まあ、ここで気になるのが、まあ、こんなおじさんたちの戦い。まあ、いわゆる、えー、岡田社長とロッシー小川のこの小川 VS 岡田。まあ、ここの今の現状に関しての、まあ、コメントだと思うんですけれども、これ見てね、僕思ったのは、うん、いや、もう確かにそうなんだよな。うん。確かに、 こんなおっさんたちの戦い見ても、まあ正直誰も得をしないっていうか、うん。どこにも何もメリットないし、まあこれは本来のスターダムが見せるべき姿ではないよなっていうのは、まあやっぱりそれを痛感させられてしまうんですよね。うん。なんですけども、やっぱりね、今のこの現状って、どうしてもね、選手たちよりも、ここの、 おっさん二人の戦いの方がどうしても気になってしまうっていうそういう図式にはなってしまうんですよねどうしても、うん、結局ここのおっさんたちのこの戦いの行方とかでまあ選手の今後の行方であったり今後の団体の方向性とかロッシーさんの作る新団体の行方とかまあそこが大きく関わってくるんで やっぱりね、今のこのタイミングだとね、どうしても選手の戦いとかっていうよりも、このおっさん二人の戦いの方がね、どうしても気になってしまうんですよ。まあこれはもう人の心理というか、もう致し方ない部分なんでね。だからこう考えてみると、僕ね、ちょうど昨日ぐらいのタイミングから思ってたんですけども、いや、この状況で残される選手ってすげえかわいそうだなっていう、まあそんな気持ちなんですよね。うん。 だからそう思っていたところにちょうど今日朝起きてこのね中野タム選手のコメント見たらなんか余計にうわ、選手たちかわいそうだなっていうまあそういう思いが強くなったんですけどもただね、どうしても今のこの状況だとね選手の戦いよりもね今後のねこのおっさんたちの戦いの結末によってどうなっていくのかっていうそこがねどうしても気になってしまうんだよなっていうそういうのも同時に思ってるっていうまあそんなところですね。 はい、んでしかも今、スターダムの組まれている対戦カードとかって、一応、昨日発表されましたけども、なんかもうこれといって、注目する動きとかがまだ決まってないんで、だからこそ、計にこに選手の,この対戦カードとか、そこの戦いよりも、こっちのね、小川 VS 岡田の方がやっぱり気になっちゃうっていう、そういう状況も作っちゃってるって感じですよね。 ただ、まあスターダムのこの今後のストーリーが動くのが、多分来週の後楽園、なんか挑戦者が決まったりとか、なんかそういうふうな動きにはなると思うんで、まあ、来週の後楽園以降で、うん、ちょっと選手たちにもまた注目が集まるような、まあ、そういう図式にはちょっと変わっていくかもしれないですけどもね、はい、まあ、そんなところですね。うん ただね、やっぱりこの今後がどうなるかっていう、そこの不安とか、そこが気になってしまうっていう風なところで、やっぱりこの選手の戦いとかっていうよりも、どうしてもフォーカスしてしまうのは、今後のスターダムの,そこの団体運営、まあそこにどうしても気になっちゃうんですよね。まあこれは致し方ないですけどもね。だから、そうなってる現状だから、 今後発表されてるスターダムのチケットとかも、まあ、買うに買えない状況になっちゃってるっていうところですね。僕も3月の,あの 4, あ4月か4月の分隊とかちょっとワンチャン行こうかなとかって思ってたんですけども今こういう状況が状況だからなんかチケット買うにも、うん、購入ボタンが押せねえなみたいな,なんかそういう状況を作っちゃってるんで。うん だからまあ、まあ、タイミングとかもあると思うんですけどもね、まあこの居住とか今後のね、あのー、スターダムの行方っていうものを、まあなるべく早めに、うん、まあ執着させてほしいかなっていう、まあそんなところは今思ってるっていう、まあそんな感じですね。はい。で、ちょうど昨日、スターダムの、えー、なんかた、あのツイッター、Twitter、とか、まあいろいろ見てて、この大会のポスターとか見てて、ふと思ったんですけども、 やっぱりね、スターダムって、いい選手揃ってんすよね。花もあるし、うん。で、選手層もしっかり厚、割と厚いじゃないですか。だからね、いいタレントは揃ってるんだけども、なんかこういうね、この選手外の、そういう部分で、うん、このね、有,有能なこう選手たちが、 割り送ってるこの状況っていうのが、いや、なんか本当酷だよなっていうのは、ちょっとね、昨日スターダムのこのポスターとか見てて、思いましたね。うん。ね、まあ、言葉にすると、結構安っぽく聞こえるかもしれないですけどもね、ちょっとね、今のこの状況に置かれてる選手たちはね、あちょっとかわいそうだなっていう、うん。なんか本当に才能の無駄遣いをされてるなっていう、まあ、そういう印象は 今のでこれがね今後おそらく二手に分か,る分かれるっていう風うな、まあ、そういう感じになると思うのでうんまあそうなった時にあ今のスターダムってやっぱり今,しょ今所属してる選手全員が揃ってワンパッケージで,で,で出来上がってる、まあ、そういう僕はイメージなんで。 まあそこがね、分裂することによって、正直あんまやっぱりどうしてもメリットないよねっていうのは思っちゃったですね。うん。まあ分裂、分裂せざるを得ない状況っていう、まあそういうところなんで、まあ致し方ないっちゃ致し方ないですけどもね。ただ今ね、ちょっと少しずつ、ちょっとずつやっぱ落ちかけてるこの今の現状のスターダムが、ああ、二反体制になるっていう、そんなイメージだと思うんで、ああ、やっぱ二手に分かれた時って、 うん、絶対どっかで低迷してそうだなっていうまあそんな感じはやっぱしますね、うん、まあもちろん二手に分かれることによって今までスポットが当たってなかった選手にスポットが当たるっていうまあそういうメリットはあるんでしょうけども、うん、ただチケットを買うお客さん目線で見た時にうんまあ試合数の減少であったりとかあ魅力的なカードの減少とかを考えた時にやっぱりね メリットないんだよねっていう、まあそういうのを思っちゃったりしてるので、はいまあそんな感じですね。まあ、とりあえず、今ね、こういうごたごたに、えー、挟まれてる選手たちがうん、ちょっとな、ちょっとどころじゃないな、かなり割り食っちゃってるなっていう、まあそんな感じを思った、えー、今回の中野タム選手の残留宣言、まあそんなところが今回の僕の感想もろもろっていう、そんな感じでしたね。はい はい。まあ、ていう風な感じで、まあ、いろいろ、いろいろと喋ってきましたけども、結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、今回、中野タム選手が残留宣言をしたという風なところで、多分3月か4月あたりに、最後の別れのけじめマッチみたいな感じで、やっぱり、中野タム対ジュリアのシングルはなんか組まれそうな気がするな。ってこと。